博士はえっ、ー、と10月から11月先月にかけて、はい、人生で最もたくさんライブに出演されたということなんですね。そうですね。まあ落語家の方なんかはこう舞台っていうのはね講座は毎日あるわけだからそれはこうライブですからと違って僕漫才師で漫才の舞台が今年に。 回回か3回なんですねそれはもう1回かけたらそれで終わりっていうのなのでなうですよ、ね、そうなんですよだからそのライブライブ芸人かっていうとあんまり俺はライブ芸人ではないなっていう状態でかつ漫才っていうのはもうほぼセリフを決めてますから、はい、で割とアドリブまで割り書き込むタイプなんですね自分の漫,漫才は。だから できればそうではないようなしかも、えー、相棒と一緒にやるのではなくて僕一人が行ってかつそこにいる相手と多流試合みたいな感覚を持ってライブをやろうっていう風に方向転換したんですよあ、そうしようとご自身で決められて決めてですね、はい、そうですそうですだから自分が主催しているライブではなくて 相手やその主催者の人たちに決められた組み合わせでえ板の上に出されて自分がトークとかでえそのまあ他流試合ですよねその試合をこうできるのかどうかっていうのを試してみたくなった時期なんですね、はい。ははい、ははいはいはい、はい、はい、でなんかあのリストをですね送って頂い,いて拝見したんですけど。はい まあたくさんあるんですよね、えーえー、多分これ全部は紹介できないと思うんですけれど、はい、どうしましょう時系,時系列でいきますか時系列でいきますか、えー、まあ、10月からこの12、はい、11月12月ですねかけての、はい、出たらですね、えー、まず10月19日にはそのしおん祭り出てますね、はい、これはあの原宿で行われたイベントだったんですけれどもそのしおん監督が東京ガ,ガガガっていうのを えー、昔パフォーマンス集団をやってたんです、ね、そうですすねそう路上パフォーマンスで,うで,うで2,000人の若者を率いて、えー、スクランブル交差点を旗を持ってガガガガガガガって叫ぶだけっていうパフォーマンスですよね何の意味もない何の目的もないっていう集団だったっていう,のいうのを振り返るっていうお祭りだったんですよ。うん そこに、えー、東京ガガガの主要メンバーの方がいらっしゃっていて僕は、えー、本来はここを芝居やるはずだったんです何を芝芝居芝居、はい、お芝居やっって僕はビビートたけし役だったんですよ。あそういうい設定だったんです、ね、設定で台本が送られてきてたんですけど、はい、台本が1回送られてきてーーでビートたけしのものまねをずっと俺が練習しようとしていたらその,その芝居そのものがなくなったんですよ。 ふんふんで急遽ト,トークになって、はい、来なくてもいいですよっていう感じだったんですけど役がなくなったから <laughs> な。ないですよってことは事前に知らされていてでも行ったらほぼずっと、えー、飛び入り飛び入り入ったんですけどずっと僕喋ってるっていうライブでしたね。はい、というのはその皆さんが東京ガガガの皆さんはあの喋り手ではなかったので割とこう喋らなかったので、えー、結果的に。 俺が喋り出すみたいな。 それは東京ガガガについてお話になる感じですか。東京ガガガじゃないですからね、僕は、それを経験してないから。ああね、なんで俺がここで喋ってるんだろうっていう不思議な感じです。だって、他の皆さんは、当時、東京ガガガに参加されていた主要メンバーの方々。そうなんです。そうなんです。ええ、もも部外者の博士が一番喋るっていうパターンだったんですね。<laughs> そうです。で、客席には若者がいて、そういう東京ガガガっていうのは、どういう集団だったかっていうのを。挑発されたい人たちだと思うんですよ。ああそれを見に来てる人は。はい、そういう、う、無目的な、無意味なことを。 やろうとしている若者がいるから、はい、どうやって僕たちをやったらいいんですかって言ったらじゃあお前らが今から始めろよみたいに、はい、またこういうのがあると俺はあめっちゃ煽るんですよ、はい、見ててどうすんだよみたいになっちゃうんですよ <laughs>、はい、そうすると熱くなるとい、はい、でも博士はさ実は参加してなかったっていうことですねなんで俺が言ってんだって話なんです, <laughs> ですね、ええ、はい。 そ,その日そのまま移動して「えーえー、地獄でなぜ悪い」上映後のトークイベント「アートと科学がそのオンを切る」相田誠さん美術家茂木健一郎能学者そのオンさんとこう映画館でのイベントだったんですけどじゃあそのシオン監督と一緒に行動されてこちらに移動されたっていうことですよ あら呼ばれてないんですけど「ええ、ああのいやそれはだめ、あの事務所のスケジュール切ってないから」って言ってたんですけど、はい、でもあの「映画出てるよね」っていう話になって「はい、そうか映画出てんだったらいいか」っていうことになって壇上に上がってまた投稿して全然僕アートと科学じゃ僕ないから。 まあ、<laughs> <laughs> そう。そうですね、客席にしてみりゃ、アートと科学がその資本を切るのを見に来てるんですけど。<laughs> ええ、純粋に関係ない人がやってきて、喋ってると。はい。ここではどんなトークを繰り広げられたんですか。ここはあれですね、その資本論をやってましたね。あ、そうですか。はい。うん、えー、もでも、もっと、本来、相田誠さんが、あの、喋るべきところ、を俺が喋ってるんたりしてたんで。 あの反省しましたね。反省された。反省して打ち上げ打ち上げに行ってもずっと喋ってました。反省してないじゃないですか。反省してないんですけど日記的には反省してます。日記としては反省してて反省しました。はい。書いてありますか。え書いてますよ。書いてます。もっとあいださんの話を振ればよかったあ本当だ本当だ本当だ反省してます。ここの中では反省してる反省してでも打ち上げでも喋る。喋ってましたね。でそれが10月でしたね。 で十一月に入ってこのペースで言ったら絶対行かないですねわかりました、えー、六本木の映画館で前田明さんとトークショーをやりましたはいはいすごくこう前田明さんという人を僕は尊敬していてあのーこう人生を追っかけてる一人でもあると、えー、末っ子の名前は前田明さんから取ってるということで前田明さんとの交流ですねこれはもう頼まれれば断れない、はい、断れないっていうか前田さんがやってってたら何でもやるっていう気持ちがあるというようなね で、9日に渋谷に、えー、笑い芸人の大の字大谷君とこれもトークライブをやりましたけどこれもすごいこれは対決でしたあのー、離婚届をうそうだ、えー、おっっししゃってましたよね、はい、離婚届をかけてかけてお互いの神さんを壇上にあげて、はい、で、えー、どっちが良かったか拍手で決めて拍手が少なかった方はその場で離婚するっていう、はい、ええー そうでそれをやったんですけどお客さんがあ,あまりにもその、うん、そのの離婚をかける意味がわからない私もそう思う誰も拍手もしてくれないですねいやこれかけるんですけど皆さんどうですかシーンそっから俺と大,大女字大谷君の探り合いが続いて、はい、いやどうしてどうやったらこれライブ終われるんだ っていうのがもうかみさんも来てるわけだしこの時もあるんですけどその時の、えー、大谷君が「浅草キった漫才をテレビでやらないじゃないか」はい、とこう挑発して,、うん、ていうから、えー、14歳の、えー、いわゆる「何々店にいるような14歳に届けなきゃそれはたけしず君って言わねえんだよ」ってなってダーッと拍手が湧いて、うん、で「俺がで出てるまるって番組に出てください!」って。 いううこ挑発でもうそれで出ざるをえないような感じあるいは、えー、12月31日に大の字がやってる DJ イベントで1万人いますけど「博士は本当に人前で踊れない人なんだ」って「芸人だったらそこで踊ってみろよ!」っってダーッ拍手がうう。拍手だけどその時にもう僕家族旅行が決まってたんですね。<laughs> そうそう悪いんだけど、はい、俺あのシンガポールに今ホテル予約入れてるからそれはあの無理なんだけどちょっと全然別れる気ねえじゃねえか!」<laughs> 離婚しねえじゃねえか!」みたいな話になって。っねえいうか、はい、まあ矛盾してるんです,よ矛盾してますね矛盾してて、はい、で結局そ,こそれは漫才をやるっていう約束をしたんですけどこの漫才をやるっていう,いう約束をうちの相棒に言ってなかったので。うん このまた了解を取り付けるのはこう漫才師っていうのはこう2人乗りの自転車だから1人がこう漕がないっていったらまあ動かないわけだからまあそれは俺のフライングだったのでところがえそのシンガポール行きが中止になったんですねあのいわゆるキャンセル待ちしてたんですけどやっぱ無理だったんですよ。でえ冬休みの旅行が1月1日からえ沖縄になったんですけど「待てよ」 12月31日日本にいるぞ俺っていうことで12月31日にこれこのすっぴんでもねあのー、マキタスポーツとのライブをやるときに、えー、そこでそそ11月23日のことですし、ねえーえー、はいこの約束しましたよね僕は踊りますよ,しましよパラパラを踊って、えー、でそれも体手形に終わったわけですよそうです、えー、そういう部分もありましてこれで12月31日に よしじゃあ出ますっていうことを今初めて発表してるおーこれ初めて発表してる,てしてるやるんですねや,やりますよこれでも前回もなこの番組で二十三日にパラパラやりますとおっしゃって出、ええ、らなかったからな、ええええ、でもやりますよ何を踊るんでしたっけ AKB の恋するフォーチュンクッキーです 大丈夫ですか？大丈夫ですかってまだまだまだ全然恋してないですから、ね。恋してないですし。恋、ええ、してないっていうかその曲自体も把握し,してないレベルです。あそうですか。ええええええ、それは今考えてますがまだまだまだ時間ありますね。大丈夫ですね。いいんですか。どうぞ。はいそのそれがが大の女大谷くんです、えー、翌日にはブラックマヨネーズの、えー、吉田君。 これも一対一の、えー、ライブだったんですけど、これはあのー、楽屋すらあのー、分けられてるんですよ。あのー、挨拶すらしてない、できないんですよ。対決なんですか。対決っていうかまあトークライブなんですけど、えー、その二人が舞台で起きることを大切にしたいっていう話だったので、打ち合わせも一切してないし。 あのー、舞台に入っても、楽屋も二人とも合わせない。あ,あそ、それは極めて珍しいことですよね。珍しいでしょうね。普通は何話しますみたいな。えー、ちょっとした打ち合わせがあったり、えー、まあ挨拶ぐらいはしますね。えー、今日よろしくお願いします。えー、そ,うそれもない。うん、で、舞台の上で、こう、お互いが出、で、林入っていって、えー、あの、センターマイクの前に立った時に。初めて出会うっていう、はい、い,ういう演出を。 演出の方がされてるんですよ。で、あとはそれに乗っかってるだけの話で、<ー>またテーマがこう性だったんですよね。えー、でもそれその話以外縛りはそれだけなんですよ。はい、で、これ90分ですけどもこれあのもうそこそれで終わっちゃいましたね。それをその性っていう文字から性格であるとかあのそ,そういう四文字作っていくっていう話だったんですけど、えー、性っていう話だけで。はい 終わったというね、はいえー、そして23日にはこのここでも言ってた牧田スポーツと無料ライブ公演時で公会堂なんですけれども、えー、でこれも、えー、発見をしない、えー、発見っていうのはあの切符を売らないライブだったのではい、はい、何人入るか全然分かんないんですだって入場も無料ですし、えー、事前予約もしないということですよねということです、ね、しかも、えー、自治体の方に頼まれたやつで目的は 高齢者支援と、はいえー、育児支援か、はいえー、のの集まりなんです。子育て世代と高齢者の方,の方をテーマに僕が講演をするっていう話だったんですけど、はい、蓋を開けたらまあ負けたスポーツ人気もあるとは思いますがあの六百人で埋まりまして、ね、わー、ま、立ち見も出たと聞いてますよ、ね。立ち見も出て、はいえー、でその高齢者支援の話は一切出ない。 ないんですよそれも打ち合わせもなくやってるんでまあ子育ての話はしましたね僕らねそういうのをやってましたねはいそして5日後11月28日には山里くんはいえ南海キャンディーズの山ちゃんと町山さんと吉田剛町山智広さん映画評論家のインタビュアーの吉田剛さんはい これは恋愛っていうテーもともと僕は入ってなかったんですけれども、はいえー、町山智博さんが、えー「僕は恋愛については語れない」というなんか、えー、自己矛盾があるのでみたいな話になって、えー、急遽ー呼ばれたと本当は町山さんと。 え山だだけだったが、えー、吉田がおが呼ばれ俺が呼ばれははは呼ばれたら今のところそのノーって言わないルールをやってるから自分、はい、ライブに出るというそうそれでらって、えー、これも内容的に言うと、はい、水道橋博士がひどかったっていうあのー、あ町山さんに「博士はひどい」はい「ひどい」ない「はい、内容的にひどい」 内容的にひどい。僕はひどくないと思うと町山さんに言ってますよ、はい、あの恋愛を語るんだったら本当にセキュララーに語らなきゃいけないから本当にあった話を客席が引くかもしれないけれども語ってもいいですかっていうことで語ってたんでそのテレビでもないしだからあのひどい内容の話をし,してましたね。 えー、そういう内容を話になって町山さんにさえ惹かれてしまったと。惹かれてるっていうかね、えー、ひどいねひどいけどひどいいうか博士はひどいねだけど降ってきたのは町山さんなんなですよそれはあのー、俺は責任なく言って、あのー、喜劇の中に生きてるんだからぼ、えー、町山さんは生きてないですよ僕は喜劇の中に生きてるんだからあそこの中でこう。 滑らせるような滑り方も、ものすごく喜劇的にす滑ってるんですよ。こんなお客さん相手に恋愛話で、そこまでそれをやることはないよ。だけど、あれはすごかったねっていう喜劇的な滑り方をしてるので。それはこう、僕、僕的には何の後悔もしていない,いお。そのひどかったねっていうのは、惨事なんです、ね。惨事と受け止めてます。なるほど。本当にひどかったねっていう人は、ちょっと僕に言ってきてください。<laughs> いや,もやたらこの感想がいいかとにかく博士ひどかったって。あの あ、っていうかもう印象はそれにしか残らないっていうような、あれだったんでね。賛辞、はい、としてのひどかったということですね。えー、いや、でも、いや、面白かったと思いますよね。はい、ええー、興味津々ですけど。はい、で、十二月ですけど。えー、はい。小高橋源一郎さんとあ。これについてはね、番組でもお伝えしました。はい、明治学院大学で、こちらも入場無料でしたけれども。えー、創立百五十周年を記念したトークイベントだったんですよね。はい、はちょっとね、頭はこの間言いましたけど、うん、結論を言うと。 とにかく本を読むたためににはこう刑務所に入るべきだだっっていうのが結論だったんですよ僕例えば入院した時用の本棚っていうのを作ってるんですけど、えー、じっくり読める。はい、で刑務所に入るっていうのは犯罪をしないで刑務所に入る方法はないかみたいなことを日夜考えていたっていう、あのー、結婚する前ですね、はい、そういうことを考えていて高橋源一郎さんは何度か捕まっているので若い頃にね学生運動で。はい でその時にどれだけ活字を欲したかっていうのね、はい、それ胃薬が与えられた時のその胃薬に書いてある処方箋をさえこう恋しかったっていうこれをずっと読んだんだよっていうような話をしながら<ー>で、えー、このまあですねそのお,おすすめですね読書のおすすめっていうのはそういうことでじっくり読めるよっていう話をしましたね。う